吉原随一の美人遊女若紫の生涯。若紫は豪華絢爛な遊女の和装がよく似合う和風美人で、幼い頃に吉原に連れてこられ17歳で遊女に。性格も優しく知性にあふれ、まさに世の男性の理想を具現化したような女性だった。人気を極めた若紫は一般の遊女より早めに年季が明け、吉原を出ることに。数々の富豪から身受け話があったが、若紫が選んだのはかねてから交際していた恋人。そんな若紫を客室も盛大に祝福したそう。しかし幸福の絶頂から叩き落とす事件が。ある遊女と無理心中しようとした男が、その遊女が別の客を取っているところを目撃してしまい、やけになって若紫の喉元を刀で一突き、血の海に溺れた若紫は若干22歳という若さでこの世を去った。年季が明けるのはこの5日後のことだった。若紫の墓は上官寺にある。遊女がきちんと墓に埋葬されることは珍しく、ここからも若紫の格の高さが伺える。